picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回のやったレッスンのちょっと復習をしてもらいたいのと、はい、あのさっきのそのアプローチ、はいはいはい、もうちょっと見てもらいたいなと思いまして。わかりました。お願いします。じゃあちょっと9番や9番はい、かしこまりますね。はい、前回復習して、はい、できたら、はい、打ち方ね、はい、覚えてます。覚えてます。 OK です。脇を締めてバランとしてもらって、そうですね、目に見られるよ。はい、で、近くを通して後ろに行く。あ、本当ですか。いい感じ、いい感じ。練習してたんですね。ちょっと頑張ってました、実は。すごい気にしてました。ちょっとなんかお褒めの言葉で、あの、うまくちょっと聞き取れなかったかと思います。どんなの今意識して打たれたんですか。まず手は胸の上にしてここの脇を締めるっていうのと、うん、あとこう今までつんのめっちゃってたので、うんうん、ダラーンとしたところで構える、うん、あとはこう下げるときにこの位置をこう離さないようにこうやってならないようにこうちゃんと体の周りを通るようにするっていうのを意識してました。できてたんですか。いや、できました。できました。本当ですか。嬉しい。かなり久々に見ましたが忘れてないようで良かったです。いいじゃないですか。ナイス。9番ですよね。そう、9番です。9番です。強いて言えば何かあります。特にないですか。強いて言うんであれば、うん、ちょっと上げる時の速さと振っていく時の速さに差がありすぎちゃう。あ、はい、ゆっくり上げてってピタッて一回トップで止まってから振っていくんで、いきなり加速しすぎちゃって、はい、あの足腰が先に回っていかない。手も一緒に動いていっちゃう。クラブって上げていって上げていって下ろしてくるときって、腰が一回切り返ししてから手元が落ちてくるんです。はい、でそれってこう腰から、手元から上げていって腰がついてきて、はい、で腰が回ってきて手が後でっていう同じ動きはしないんですよ。バラバラになるんですけど、それがゆっくり上げていってピタッてこう止まっちゃうことが原因で一緒に回ってきちゃうんで、はいはい、それをちょっと直していきたいかなっていうか。そうそう、ちょっと今のみゆちゃんのスイングとこうだよっていうのをちょっと振ってもらって、はい、視聴者さんもちょっと違いが分かるかな。みゆさんバージョンに行きますじゃん。ゆっくり上げてってで振っちゃうのと、流れで振っていくの2種類。どっちが上半身の力が入ってないように見えるかっていう感じですね。あとです、あと後者じゃないですか、はい、とやっぱそれなりにスムーズさが必要になるんで、ちょっとそれを体感してもらいたい。はい、ちょっと素振りで大丈夫なんで、ちょっとそのまま構えてもらっていいですか。私が今バットでクラブをガッて勢いよくトップまでこうやって持っていくんで、はい、あと振ってってもらっていいですか。振っていくことだけやってもらっていいですか。あの下に下ろすことだけ。そうそうそう、はい、振っちゃう振っちゃう。わかりました。いきますよ。はい、はい、振って、そう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 、もう一回、はい、そうそうそう、止めない止めない、いきますよ。はい、そう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 、このぐらい本来バックスイングってちょっとスムーズさがあっていいですからね。遅かったってことですか。そう、ちょっとゆっくりすぎちゃうんですよ。あ、近くを通そうっていうのが多分強くて。そう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 、すごい速い感じあると思うんですけど、はい、多分旗から見てる方だと今上げてく速さと振ってく速さと同じぐらいだと思う。うん、上げ方にやっぱまあ勢いがあるよね。あ、そうそう、うん、だから体もその分だけちょっと回りやすくなる。確かに、そうそう、ゆっくり上げていけば上げていくほど、上げゆっくり上げるがゆえに筋肉を使いすぎちゃって、はい、筋肉を使うと体って回しにくくなるのを分かります。結構勢いでガーッと持っていった方が体って回しやすいじゃないですか。はいはい、体の回転のその領域が変わってくるんで、そのぐらいちょっと勢いというかスムーズさですかね、
早く早くというよりかはスムーズにスッと上げていっちゃう。なるほど。そう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 。止まっちゃいますね。わかる。オッケー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 。で最初もし練習場でするんであれば、一人で練習する場合、人がいれば今みたいにこうアシストしてもらえばいいんですけど、もし一人で練習する場合、一回構えるじゃないですか。はい、構えてちょっと反対側に一回反動つけるんですよ。その状態で上げてって振るっていう練習をしてあげるという。ああ、なるほど。一人で練習の方が多いので。そうですよね。ちょっとこっち上げて、そう、そのまま上げてって振っていく。そう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 。ああ、さっきよりもなんかスムーズに。スムーズに上がりますね。そう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 。そう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 、これでリズムを覚える。そうです、スイングの速さを覚えていったり。そう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 、そこはちょっと気になったところかなっていう感じです。打っていきましょうか。当たるかな。何球かやっていきましょう。はい、いいですいいですいいですよ。うん、なんか考えることがなくなりますね。あ、なくなります。リズムがリズムよくって打つと、なんかこう今こうやってやってとかいう思考がそもそもする暇がない。あ、それはすごいいいことかも。あんまり考えすぎちゃうとね、幸せになっちゃうと思うんで。はい、うん、これ練習で取らせてください。いいですよ。一回ボール構えてもらって、そのまま打ってもらっていいんで、はい、アシストするんで実際打ってもらって大丈夫。はい、いきます。ほら当たるじゃないですか。いかにバックスイングでも力入っちゃってるかってことなんですよね。今の何ですか。すごい軽く当たりが入りましたけど。ですよね。でもこの上げてる時にちょっとミルさんの場合力が入りやすいんで、はい、実際にスイング中力が必要なところって、振っていくときと打つまで、上げていくときと打ち終わった後は脱力してないといけない。必要なところに力が入ってない状態になるんで、ちょっとそのスピード感を直してあげると、今みたいに綺麗に当たることが増えてくる。へー、何それ、まあ、っていう感じです。すごい今のは。そう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 、そのぐらいだと強くして。もういいじゃないですか、ナイス。さっきのボール上がってますよ、ね、上がってます。違いますね。うん、いい感じ。はい、ありがとうございます。はい、前回の復習してもらって、まあ、強いて言えばっていうのでちょっと、まあ、リズム感的なところ、まあ、いろいろ習ってガチガチになっちゃうところも多分確認しながらっていうのはあると思うんだけど、やっぱ気持ちよく振るっていうところだと思うんで、そんな感じでいいですか。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。